はい、どうもご視聴ありがとうございます、パーマネントシュガーザ・ボイジャー・トゥ・パーマネント・キャンディ・インクということでですね、こちらのゲーム、とあるお菓子工場を見学していくゲームとなります。まあちょっとやっていきましょうか。スタートということで、チケット、なんかあれチャーリーのチョコレート工場みたいね。ガイドのご登場、ガイドのご登場、せいせいって、せいせいせいって、あ、こいつね。ハロー、パーシュだよ。一番キュートなガムボールマシンさ。僕と初めましてのお友達は手を挙げて。あ、で、この人と一緒にキャンディー工場しようか。レイズ、ローアって、手を挙げるか下げるかってこと？じゃあ手を挙げようか。初めましてって。君は僕と初めて会うんだね。君のために自己紹介しなくちゃ。僕はパーマネントシュガー。名前が長いからパーシュって呼んでね。パーマネントキャンディー社のお菓子をみんなに伝えるために生まれた一番キュートなガムボールマシンさ。好きなものはお菓子とみんなのスマイル。君が笑顔になると僕もハッピー。僕の目は金属だから動かないけど見えてはいるのね。今日はみんなにパーマネントキャンディーインクのファクトリーを案内するよ。やった、ワクワクしちゃうね。素敵なツアーにするために僕とお約束。勝手に建物に触らないこと。僕から離れないこと。やってやろうかな。僕が質問したら、イエスの時は raise your hand で手を挙げて、ノーの時は lower your hand で手を下げる。よくわかったかな？わからん。僕が質問したら、無限の3回は言わないよ。みんな冒険の準備はいい？早速ファクトリーへ出発。あー、なんだ、もう一回選択肢があるわけじゃないのか。ちょっとなんかワクワクしちゃった。ここはフードライン、パーマネントキャンディーシリーズのお菓子、美味しいお菓子を作るところだよ。キャンディー、マシュマロ、チョコレート、グミ、チップス、シリアル、何でも作れるんだ。しょっぱいものも作れるんだ。僕の顔が書いてあるお菓子をスーパーで見つけたら君のママに渡すといいよ。ん？ああ、僕たちは子供たちの健康のため添加物を減らす取り組みを行っています。何急に敬語で、くら寿司ですか、あなた、無点です。グレート、そんなことまでやるなんて、さすがパーマネントキャンディーインク。ところで君、そう、首が前に出てる君だ。お、ちょっと恥ずかしいこと言うね。向こうに見える素敵なマシンでお菓子を作ってみたい？おー、やってみたいね。やってやろうか。ちょっとロアでもいいけど、それはさすがに冷めすぎてる。そう来なくちゃ、特別に作業員を体験できるよ。あー、何それ。そのボタンを押してみて。ボタンを押す？クリック？クリック？違う？ Z か。ん？あー、1個出た。それ俺が作ったっていうの？これって普通のこと？ともかく今日はラッキーだったね。普段は誰もこのボタンに触れないんだ。壊れてるからね。どういうこと？さて次の場所へ行こう。見せたいものはまだまだあるよ。どういうこと？よく分かんなかった今のは。次は？ここはトイライン、パーマネントキャンディシリーズのおもちゃを作るところ。おもちゃね。おもちゃもいろいろな種類を作ってるよ。パーシュのぬいぐるみ、パーシュのパズル、パーシュのアイスクリーム屋さん。僕はとっても可愛いからね。どれになっても売り切れちゃうよ。あはは。あ、僕じゃないおもちゃもあるよ。そうなの？ところで君、そう、口が開いてる君だ。なんか腹立つな、お前。いちいち。この巨大なパイプラインがおもちゃを作るところ見てみたい？あ、じゃ見てみたい。一応見たいよ。そりゃな。君は選ばれしお客様だ。ファクトリーを動かす権利をあげよう。さっきは君だったかな。まあいいや。口開けて前すんのめってますけど。そのボタン押してみて。押していいの？エンター。押したよ。なんか出てくるの？出てきた。ボタン押したからね。僕のぬいぐるみ。超可愛いじゃん。やっぱ僕って最高。何そんな変なこと。なんでその点々点とかさっきのセリフとか。やった、おもちゃが出てきたよ。友達に自慢できちゃうね。あれが欲しかったら後でお土産コーナー行ってね。さて、次の場所へ行こう。ここなんもないし。なんもないし。あ、ファクトリーで働く人がいるね。ハロー。絶対お前だろ。ちょうど席を外してたのがお前しかいなかったんだから。あ、なんか喧嘩してる。違いますって、俺ツナサンド食ってましたもん。おお、ハロー。獣がいる。パーシュ？本物だよ。いや、なんでここに？なんか工場見学じゃないの？先輩、今日はあれっすよ。今日はボーヤージュで、みんなにファクトリーを紹介するツアーをしてるよ。何？あ、いや、お構いなく。ちょっとテンション上げてってよ。どうぞ見ていって、綺麗っすよ。君たちは何の仕事をしてるの？そのダイナマイトすげえ気になるけどな。今はフードラインのメンテナンス。誰かさんがジェムジェムジェリーのタンクを詰まらせたからな。いや、もう俺じゃないですって。誰かが勝手に制御回路を切り替えたんすよ。俺が押したボタン、もしかして。みんな、この人たちはファクトリーがちゃんと動いてるかチェックする仕事をしてるよ。ファクトリーにはたくさんの機械があるけど、人の目で確かめることも大切なんだ。機械でも間違えることあるからね。わかったかな？わかっ、じゃあわからない。
わかんない、それは理解できない、機械は間違いないから機械なんだよって。あー、みんなわかったみたいだね。質問がある人？じゃあ質問します。何かな？なんでこんなにテンション低いんですかこの人たちは。パーシュは機械なのって。僕はガンボールマシン、つまり機械。でも電池はいらないし、オイルとか飲めないし。どう思う？どう思う？どうだろう。機械っぽいけど動きが機械っぽくないですよね。電気はいらないよな。そうだよな、ガチャガチャと回すだけの。本人が分かってないならママに聞かないとわからんな。後でママに聞いてみよう、覚えてたら。それじゃまたね、今日もスマイルで頑張ってね。あ、質問1個だけか。あ、いいよ。皆さんごゆっくり。カメラ。おう、マム。あ、ここがね、お母さんのね。見て、なんだかすごいとこだよ。真っ暗だ。あれ、誰かいない？ああ、やばいのがいる。いや、ママだぞこれ。みんな、ファクトリーで働く人がいたよ。靴の後ろの塗装が2ミリ減ってる。またスケボン乗ったんでしょ。公園に足跡があったんだから。パーシュ、綺麗にしてあげるよ。怖っ。引っ込んでろ、間抜け。あ、引っ込んだ。ここはメンテナンスオブマーチャンダイズ、略してママ。あー、メンテナンス、マーチャンダイズ、製品メンテナンスみたいな。僕を作ってくれたすごいところなのさ。ママは僕のボディを綺麗にしたり、おもちゃを修理したりするよ。この部屋にはどんなものがあるんだろう。教えてもらおう。またあいつ呼ぶの？教えてもらおう。出てきた。どれから話せば。僕たち急いでるんだよね。まず中央にあるのは、パーシュの点検器具。外側に付着した汚れを取り除いたり、擦り傷で摩耗した塗装を重ねたりする。コンセプトと設計図の意図を、維持するために高い身長と黄金比率の表情部分は特に定期的に微調整する。防弾チタン合金製だから加工は難しいけど、社長はパーシュへ並々ならぬ情熱を注いでるから費用をここに割いてくれてる。なんかパーシュがどっか行ってる。キャンセルをしながら決定でスキップっていうな。こうしてパーシュさえ新品にしていれば、パーシュは永遠に元気でいてくれるけど、彼のハートは世界に一つしかない。パーシュはロボットじゃなくて、精神と金属の容器が企業秘密の技術で頑丈にペアリングしてあるんだ。腕が取れても頭が粉々になっても平然と帰ってくるのはそのためだけど、成功する理由はマムでもわからない。隣の段ボールの山はパーシュの頭に入れるガンボールのレギュラーフレーバー。味の長持ちと保存性に優れた良質なガムだ。パーシュの最高の脳みそを作るためにフードラインが研究を重ねた集大成だ。パーシュは本当にみんなに愛されてる。パーシュは子供から大人にも人気だから、仕事に行くといつもガンボールが空っぽになる。だからここに10箱分の補充分をストックしてる。部屋の奥にはパーシュの写真、フィギュア、等身大パネル、ポスター、歴代のグッズが全てコレクションしてある。私が並べたんだ。パーシュはみんなのアイドルだ。社長は我が社のメシアだって言うけど、私のことも闇から救い出してくれた。この場所で働けるなんて夢みたいだ。毎日幸せ、寝る時間なんかいらない、そう思ってるよ。あ、本当に？わお、毎日大変な仕事なんだね。もっと聞きたいけど、残念ながら時間がないみたいだ。最後に質問があったら、さあ一つだけ聞くよ。じゃあ質問です。って、死にたい？って、何を聞きたい？パーシュも壊れる？そうだよ。僕はとっても可愛くて壊れやすい。特に僕の頭はガラスだから、繊細でセンシティブ。絶対触ったらダメだからね。もちろん。ああ、どうしよう。てんてんてん。ああ、早っ。おい、弁償できんのか？できません、できません。エスケープキーとか押したらなんかならない。うお、なんかできないかな。うお、ガガガガガって力づくで。紹介してくれてありがとう。今日もスマイルで良い一日よ。あ、後でメンテナンスしよう。綺麗にしてあげるよ。怖、忙しい。じゃあね。みんな、ファクトリーはどうだった？楽しかった人は手を挙げて。つまんなかったですって。物足りなかった人は手を挙げて。それも手を挙げません。君はまんまって感じなのかな。正直で偉いね。将来有望だ。このツアーはここでおしまい。今日ファクトリーで見たことは僕たちの秘密だよ。パーマネントキャンディインクと僕のこと大人になっても忘れないでね。はーい。おう、グッドバイ。なんかアンロックされた。タイトル画面で右に連打してね。ディレクターズカット。タイトル画面で右に連打してね。これで一つエンディングというか、普通にタイトル画面で右に連打。あ、これか。ディレクターキッズ、キッズディレクター。こっち新入り。番組を作る仕事は初めてか。あ、今キッズ目線のがさっきのプレイだったのね。今度はディレクター目線と。子供の時訪れた工場を大人になって紹介する側になるとは、全く映画みたいな話だな。なるほどね。さっきのは子供時代の話か。
さて、お前の仕事は中継先のエキストラに無線で行動を指示することだ。円滑な進行、適切な発言、安全な見学をこのロケにもたらすんだ。視聴率は命より重い。クレームが多すぎて番組打ち切りなんてことにならないよう気をつけろ。あとできれば宣伝をねじ込んでくれ。任せたからな。あ、そこら辺やるの？うまく操作しろと。あ、だから下にスタッフロールみたいに流れてんだ。じゃあスタートしましょうか。あ、子供がねチケット受け取った。ガイドのご登場と。ハロー、パーシュだよ。一番キュートのガンボールマシンさと。僕と初めまして。大人ちゃん手を挙げて。で、あ、待って、また子供、また子供としてやるの。じゃあレイズと。ん、ポチッとな。君は僕と初めて会うんだね。なんか俺が無線機を持ってる。君のために自己紹介しなくちゃ。グッドリアクション。僕はパーマネントシュガ、名前が長いからパーシュって呼んでねと。はいはいはい、グッドリアクションで出た。今日はみんなパーマネントキャンディインクの案内するよと。分かったかな。じゃあローは、これはさっきと一緒だけど聞こえてない？いや、3回はやないよ。あ、バッドリアクションで減っちゃった。こういうことしたら良くないと。でフードラインね。で、あ、足せって。最近のおすすめはカーリーフラワースティックスナック。なんか変な場面で選択肢が出てきたな。あ、宣伝を入れろってことか。あとってそういうことね。チーズの味が美味しいだけじゃなくて、カリフラワーの栄養も取れちゃう健康的なお菓子だよ。それからフレークワークサニー。お星様のシリアルにビッグサイズのガンボールがゴロゴロ入ってる楽しいフレーク。テレビを見てるママパパ、お子様の朝ごはんにいかが。その他のプロダクションは口で言うな、アドレスを。あ、でワンダフルと。ところで君、そう、首が前に出てる君だ。向こうに見える素敵なマシーンでお菓子を作ってみたい。やだーって。これバッドかな。遠慮しないで、決まったことだから。あ、やらされるんだね。そのボタン押してみて。プッシュ、ストップ。プッシュしてもらおうか。じゃあこれはプッシュしていいよって子供たちに。そしたら1個出てくるよね。なんかちょっと変なリアクションしてたけど、さっき。これって普通のこと？あ、これはバッドなんだ。ともかく今日はラッキーだったね。普段は秘密のエリアなんだ。さて次の場所へ行こう。見せたいものはまだまだあるよ。逆の方がいいのかなこれ。ここはトイライン。パーマネントキャンディシリーズのおもちゃを作るところ。おもちゃもいろいろな種類を作ってると。パーシュのぬいぐるみは。で、またアド入れた。勝手にアド入れやがった。で、パーシュの着せ替えシール。色違いの僕にコスチュームつけて遊べるよ。僕おしゃれにしてね。お買い求めくださいと。ワンダフル。ところで君、そう、口が開いてる君だ。おもちゃが作るとこ見てみたい。これもロワーで。遠慮しないで。今更他の子にすると騒がしくなるから。あ、これバタバッドなんだ。そのボタン押してみて。じゃあ押さない。ちょっと待って、その前にボタンの安全確認をするよ。僕はこのファクトリーの安全管理担当なんだ。右よし左よし、ヘルメット。あ、いけない、ヘルメットを持ってないよ。僕たちは安全第一、セーフティーレベルをクリアするまでリスクマネジメントを行うよ。おかげでファクトリーは毎年ザ・セーフェストファクトリーに選ばれてるのさ。あ、ワンダフルなんだ。全然わからん、ルールが。おもちゃはオンラインストアに買えば迅速安全に配送されるよ。さあ次の場所へ行こう。で、次は人がいるねと。だからカメラがうんぬんつってたの、そういうことか。じゃあ機械でも間違えることあるからね。分かったかな。じゃあレイズで。分かったってグレート。質問がある人。じゃあ質問がありますって。何かな。お給料教えて。あ、ご関係も気になる。給料どんぐらいでも。まず、あー、そういう質問するもんじゃない。独り身の男の安月給なんか聞いても面白くない。先輩もういいね。あ、バッドでした。それじゃあまたね。今日もスマイルで頑張ってね。はーい、皆さんごゆっくり。バッドで落とすのを見てみたいけど、もうそろそろゴールでできちゃうな。ここマムとか映しちゃダメだろ。ここ真っ暗だ。あれ誰かいないと。あー、やべえのいるし。いやー、みんなファクトリーで働く人がいたよ。で、指先の表面が3ミリへこんでる。またゲームセンターで遊んだでしょ。ストファ禁止って言ったのに。パーシーお説教が必要かな。それ面白いと思ってる。あ、聞いた。で、マムね。どんなものがあるのって。練習したんだ。短く話す練習したんだけど。へえ。で、クエクエクエってこれ何。キュキュか。ああ、もう早めちゃおうと。ブラ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 って。わあ、毎日大変な仕事なんだね。もっと聞きたいけど残念ながら時間がないみたい。最後に質問があったら一つだけ聞くよ。じゃあ質問一つ。何を聞きたい。じゃあパーシュも壊れるのって。
じゃあパーシュのどこが好きって一番、あ、その質問なしだ、なしなんだ。紹介してくれてありがとう。今日もスマイルで良い一日を。ねえ、うまく話せたかな。あ、うん、冷たい。うん、みんなファクトリーはどうだった？楽しかった人は手を挙げて。じゃあ手を挙げない。物足りなかった人は手を挙げて。はーいって、こっちで手を挙げよう。僕も紹介したいものがまだまだあるんだ。チケットを持ってまた会いに来てね。あ、これはグッドなのね。このツアーはここでおしまい。今日ファクトリーで見たことは僕たちの秘密だよ。パーマネントキャンディンクと僕のこと、これからもよろしくね。はーいって、グッバイ。なるほどね。いや、グッドディレクターだった。新人、いい番組だったよ。ぜひまた仕事を受けてくれよ。求人はいつでもやってるからな。お疲れ。左に連打してね、おまけ。で、今度は左に連打してみると。おまけ、これね。おまけコーナーへようこそ。テキスト、パーシュ。あー、パーマネントシュガーのね。自分大好き、メンタルが強い、漢字が苦手、仕事に文句をつけて拒んだり悪態をついたりすることあるが、なんだかんだ言ってローノルマはこんなす熱烈なファンが寄りつくので、生活事情は厳重に秘匿されてると。ワーカーズ、サボるのが好き、メガネの下は地味と。で、バーゴ、いたずら好き、食いしん坊絶対悪さしただろ。ピプリック、いやいや高い、身長やや高い、声絡まってる、二面性、極めて内気、早口で喋るオタクアートね。ここで写真を見れて、他の選択肢も見てみるか。おもちゃね。キャンセルで終わります。ボタンを押せるけど、ボタンを押したとってだよな。なんか怒らせたりできないんかな。キッズ目線でやる。キッズ目線で、じゃあ全部逆やってみるか。わかった、レイズで。オッケー。まあそうだよね、特になんもないな。で、ここはやらないって言おうか。じゃあいいですって、遠慮しないで、決まったことだから。これはそうなんね。ボタン押してみて、でなんかキャンセルとか押せないかな。押せないか。これはもう動いちゃうんだね。じゃあこれもいいですって、遠慮しないで。そうだな。じゃあ質問で、あげたけど特にないって。そう。それじゃあまたね、今日もスマイルで頑張ってね。うん。最後に質問あったらで、じゃあパーシュのどこが好きで。余計なこと一つだけ答えてもらおう、手短にね。全てだ。パーシュが犯した罪さえも愛せる。変なの。器物損壊でも。器物損壊でも。え、器物損壊罪の前科があるってこと。いや、紹介してくれてありがとう。今日もスマイルで良い一日を。あ、後でメンテナンスしよう。綺麗にしてあげるよ。忙しい。なんか闇はありそうなんだけどな。じゃあね。みんなファクトリーはどうだった？楽しかった人は、じゃあつまんなかったで手あげようか。物足りなかったよと。僕も紹介したいものがまだまだあるんだ。チケット持ってまた会いに来てね。あ、このツアーはここでおしまいと。子供ルートだと別に特になんもないのかな。ディレクターズカット版で、ディレクターズカット版は明確になんか点数あるから、それゼロにしてみよう。よし、じゃあディレクターズカット版を点数下げてみようか。じゃあ、はじめましてなお友達は手を挙げて、デジローワーで手を挙げません。今度は僕を知ってるお友達手を挙げて。じゃあこれも手を挙げません。一応答えてほしかったんだけど、まあいいや。はじめましての挨拶に、はじめましての挨拶に自己紹介するよ。僕はパーマネントシュガーと。はいはいはい。勝ったかな。で、じゃあロアで。これも手挙げない。聞こえてない。うん、二度は三回言わないよ。あ、1になった。で、あ、ここで広告入れるんじゃなくてスキップしよう。ところで君、そう、首が前に出てる君だと。素敵なマシンでお菓子作ってみたくない？いや、いいですって。遠慮しないで、決まったことだから。あ、これはそうなんね。ボタン押してみて。じゃあボタン押さんとってって。ちょっと待って。あ、その前にボタンに魔法かけてあげる。みんな、僕たちのおまじない覚えてるよね。レディー、ジャムジャムキラキラマジック。あ、そうなの。そんなの初めて聞いた。あ、間違えて別の魔法かけちゃった。でもポケットを見てごらん。じゃじゃーん、完成したジェムジャムジェリーだよ。
あ、ジェムジェム、あ、なんか成功しちゃった。宝石のゼリー、オレンジ、グレープ、いろんな味があるよ。え、テレビの前の君のポケットには入ってない？どんどん終わり、お家の近くのスーパーでちゃんと手に入るよ。あ、ワンダフルになっちまった、最悪だ。とにかく今日はラッキーだったね。普段は秘密のエリアなんだ。さて次の場所に行こうと。はいはいはい。じゃあ、おもちゃを作るとこ見たいって言ったらいいのかな。こっちはファクトリー動かす権利をあげよう。グッドリアクションか。プッシュ、前ストップ押したよな確か。で出てくる。パイプの調子が悪いみたいな。これはバッドなんね。こっからじゃあゼロになるまで頑張ろう。じゃあ機械で間違えることあるからね。分かった、これは無視で。質問はご関係はって。俺たちは仕事仲間でありながら友達でもあるっすね先輩。友達、まあそうだな。今日も仕事が終わったら二人でピザパーティーします。あ、二人っていうのは、その俺とこいつの共通の友達がいないんで。あー、プライベートの話はいらないよ。あ、バッドだった。それじゃあまたね、今日もスマイルで頑張ってね。はーい、皆さんごゆっくり。じゃあこの Q せずに点点点で、あ、バッド、どうなんのこれ、ゼロになっちゃった。あ、放送休止、新入り、クレームが入りすぎて撮影中止になったよ。エキストラの子供が邪魔、マスコットの発言が不適切、危険な映像を流す、危険な映像を流すな、だとさ。この責任は上司の私が取ってやる。お前はもう一度ディレクターとしていいところを見せてくれよな。なんか他ルートあるのかなとか思いつつ、いろいろ試してはみたけど今のところ見当たらなさそうなので、はい、ということでザ・ボヤージュ・トゥ・パーマネント・インクでございました。ご視聴ありがとうございました。